アオイです。私たちレップルップレップルップレップスルップスレップスルップスです。よろしくお願いします。はい、私たちレップスルップス今月ですね18日新宿マーズさんにて4人体制に生まれ変わります。そう、新メンバーがね入りまして初のライブが18日ということでね、はい、もう1週間ぐらいなんだよね。そう、さっき日付を見たらあと8日、今日10日だよね。そう、あと8日間しかないことに気づいてね、気づいてびっくりした。2人で震えたんですけど。そうなんだよ、はもう3人体制も残りますか。そうだね、もうあと8日でね3人体制も終わる。一瞬終わる、はい、一瞬終わる一瞬終わるたまにあるかもね。そう、たまにあるかもしれないけどね、一瞬終わるということで半年ぐらいもう3人でやってるわけじゃないですか。はい、え、半年しか経ってないっけ。半年だよ。なんかめちゃくちゃ長い感じがしたんですけど、なんか半年ぐらいしか経ってないみたいなんですよ。自粛明け。そう、そうか、そうだね、いろいろあったからね。でも3人長かったよね。長かった気がする、気がするよね。でも4人になってね、またパワーアップしてやっていきたいと思いますので、4月18日新宿マーズさんの公演でぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして21日、その同じ週の21日水曜日に、ジルコ東京さんにてね、新体制で新曲初披露も控えてるんですよ。そちらの方はどうですか。なんかどんな曲とか、曲なんかアレンジが新しくない、今までのレップスルップスにない感じ、ね、なんかね、新しい感じの曲できたので、またねちょっと私たちの曲の幅が広がったんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、いいパフォーマンスできるように21日もね張り切っていきますので、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。では残りあと2曲ですね、盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、僕たち。
ます。聞いてください。ディーバ。Yeah.
ありがとうございます。はい、私たち平行物販になります。ぜひ遊びに来てください。それでは以上、レップスルップスでした。ありがとうございました。